Technology, entertainment, innovates, culture, business, and life. Looking through our sensors. さあ始まりました、センサーズシーズン4。今シーズンから新たに番組アシスタントをさせていただきます、草野恵美と申します。私は、歌謡エレクトロユニットサテライトヤングという昭和歌謡に乗せてテクノロジーを歌う音楽ユニットをやってます。そして MC は斉藤誠一さんと落合陽一さんのお二人です。最先端テクノロジーで新たな表現を探り出すクリエイター集団ライゾマティクス代表斉藤誠一。建築で培ったロジカルな思考をもとにアート、コマーシャル、スポーツの領域で立体インタラクティブ作品を手掛けるクリエイティブディレクター。そしてもう一人の MC、 筑波大学准教授学長補佐落合陽一。デジタルネイチャーという新たな世界観を提唱し、現代の魔法使いの異名を取るメディアアーティスト、エンターテインメント、次世代テクノロジー、ビジネス革新の領域でイノベーションのヒントを探ります。今回センサーズが注目したテーマは e スポーツです。ゲストでお越しいただいたのはプロゲーマーの時戸さんです。よろしくお願いします。2010年からプロゲーマーとして活動、東京大学を卒業から東大卒プロゲーマーとしても注目されていて、去年格闘ゲームの祭典エボ2017でストリートファイター5部門で見事優勝されたということです。世界チャンピオンということですね。まあ、世界大会で優勝したことがあるっていう感じですよね。ここからすれば、はい。人生の最初の方はちょっと楽しくてゲームやってたんだろうなと思って、いつからプロになったんだろうな。昔の僕らが楽しくゲームやってた頃っていうのは、こういうことしたら面白いんじゃないの、こういう動きしたら面白いんじゃないのっていうような、新しい遊び方をみんなに見せるっていうのが目的だったのに、時代が変わって、その勝利することを勝利至上主義みたいな風になってきて、そこのギャップに戸惑って出るプレイヤーがまだまだ全然多いな。プロゲーマーに向いてる方っていうのはどういう方なんですか？身体能力的にはどうですか？60フレームの間が見えるとかそういう感じじゃないですか？やっぱ若い方がそういうところでは有利だと思うんですけど、この言葉が正しいかどうかわからないですけど、妥協が必要になってくるんですよ。コンピューターと戦って今って勝てるんですか？人間対コンピューターに関して言えば、人間はコンピューターに勝てないんですよ。人間が反応できる速度を超えてコンピューターが反応できちゃうので、何が面白いかって勝ち負けそのものが楽しいというよりも、それをプレイする人間同士の背景がやっぱり面白いから、勝負ごとって面白いと思うんですよね。コムプレイヤープログラマー対決みたいな。いやだからそれがすげえ最近やりたくて、俺それなら鈍いけど、あのプログラムなら早いだろうなと思って現役にこだわってできるだけ長く現役生活。あ、そうですね、僕はすごいそういう思いが強いので、いつかは自分は格闘ゲームの中でナンバーワンだぞって言えるような自信をつけたいですよね。チルテレウェブではセンサーズ完全版が配信中、そちらもぜひご覧ください。